the freedom of expression。 どうも、ニラムネコです。 The freedom of expression 今週も始まりました。ジョーさん、皆さん、今週もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、早速ですけど、じゃあ、はい、いや、俺はちょっと気になるのがあって見つけて、はい、ちょっとここで多少いろいろ聞きたいなと思ったんですけど、うん、ニュース、はい、アイドルグループトーストの大好きなおトゥーラブトゥースイートバレット、うん、いや君に恋をしたの、うん、が所属するこのアイドルグループが芸能事務所サンクレードお、うん、がこのアイドルたちが五輪でゲスト1万人追加は超危険だよっていう謎のタイトルのライブイベントを開催するっていうニュースが飛び込んできまして、なるほど、はい、これどういうことなのかって思って、うん、ちょっとまずいろいろ聞いていきたいなと思ってたんですけど、ジョーさん、これこんなタイトルの、いきなり僕に来ましたね。いや、これね、五輪でゲスト1万人追加は超危険だよ、うんうん、まんま直球な感じでございますけど、これ結局あれでしょ、この東京五輪とパラリンピックで、要はその、まあ、会場の客数の上限っていうのを定員の 50% 以内で、最大1万人っていうのが決定されたと、うん、いうことですよね。そういうことなんですよね。そこに対して物を言うっていう企画ということですか、うんうん、で、まあ、そこにこれきっと、ね、開会式とかだとメディア関係者とかいろんな人が入るし、人数がどん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 多くなっていくし、ということに対するこれは、このサンプルヘイトさんがいい気持ちだからイベントを行うと、うん、まずこの事務所にアイドルがいるっていうのが結構あ意外と衝撃だったんですけど、なるほど、うん、そこから来ましたか、うん、はい、カオルさん会ったことあるんですか。アイドルですか。いや、なんか通り過ぎたことくらいはありますよ、うん、なるほど、不思議ですね。まあ、何が気になるっていうかね、芸能事務所サンプレード。まあまあ、芸能的な見てたその芸能事務所なんだなって。そうですね。やっぱなんかテレビ的なね、テレビ的な視点から見ると、はい、あ、芸能事務所なの。これでも別に屋号に芸能事務所サンプレードって書いてあるわけじゃないですよね。書いてないですから、ね。だから芸能の人が書くとこういう風になるんでしょう。なるほど。僕はとしたら普通に音楽事務所って別にそうですか、ね、書くといいかなと思いますけども、あ、そういうとこ違いありますよね。確かに、これスポーツ紙の記事なんですよ、出ところが。だから多分こういう芸能事務所っていう書き方になってるんだと思いますけどね。なるほどなるほど、うん、うん、これでも五輪でゲスト1万目っていうのはゲストが1万人来るっていうことじゃないですよね。うん、さらに1万人を、ゲストをどういうことですか。1万人のゲストってすげえないですか。だから開会式とかね、結局今2万人になるって言われてるんですよね、うん、チケット売ってる枚数は1万だけど、まあ、選手団とかマスコミ関係者とか、まあまあ、あとその、ね、まあ、IOC だ JOC だという人たちがわしゃわしゃわしゃ入ってくるんで、結局2万人じゃんっていうことになってて、それはね、まあ、お金を払う人1万人でも今多いって言われてるし、まあ、その1万人に対しても、まあ、今分科会と言われるところはできたら無観客でやった方がいいんじゃないですかってことを言ってるわけですよ。で、僕そこにプラス1万人人が入ってくるとなると、これ完全に、まあ、密の状態ができるだろうし、まあ、それが人流と言われている、まあ、そこに向かう人たちもたくさんいるわけですから、うん、まずいんじゃないのということでしょうな、うんうん、イベントというよりもそっちの方が、うん、そういうことですよね、うんうん、まあまあそれは言いたいんでしょうけどね。そういうことだと思います。2倍の問題もあるとかね、なんか言ってますよね。要はスカスカの会場で選手たちがやってたらテレビ的な見栄えもあれなんで、やっぱ人はある程度やりたい。見栄えは違う人だね。全部そうでしょうってなっちゃうよね。いや、本当にそうだと思いますけど、メンツのメンツというか、まあそういう問題もあるっていう。ゲスト1万人ってどっから来るんですか。いやーね、海外から来るんですか。まあそういうのもそうなんですけど、結局さっき言った通り、メディア関係者、競技関係者という人たちなんだと思いますし、あとはね、その多分チケットを売ってるような、まあ電通さん周りであるとか、その人たちが、まあ、なんとなく
僕らも通常のライブ行くとそうですけど、よくわからない人たちもいたりとかするじゃないですか。そうですね、わーって言ってね、すごい綺麗なお姉さんとか、ね、そうそう、いたりとかするじゃないですか、うん、まあそういうのを含めるときっとこういう1万人ということになってしまうんだということだと思うんですけど、まあ普段だったらいいにしても、このコロナのタイミングでその関係者が1万人っていうのはどうなんだという異議申し立てだと思います。まあ、普通にね、チケット取ってきてる人たちが、まあ、ちょっと、うん、なんか嫌ですよね、多分ね。嫌でしょう、うんうん、ちゃんとこう守られた中でやってると思ってきてるのに、そう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 、人見たらそんな関係者が勝手にいっぱい入ってて、うん、勝手に人が入ってて、入ってて、なんか結構いるやん、人みたいな。そうそうそう、だって買う段階ではさ、変な話だけど1万人だと思って買ってるかもしれないですから、まあ1万人が多いか少ないかは別として、でもまあその情報で行くわけで、で行ったらあれ随分人いるなみたいな、で多分翌日見たら新聞で2万人みたいなことになるわけでしょ。そうですか、それはちょっと騙された感じがしなくもないっていうのはあると思うんですけど、うん、まあでももうこのイベントに関してもやっぱそこですよね。関係者が一番危ないという声を政府に届けたいというのがイベントの趣旨だと。すごいっすね、いうめっちゃメッセージあるんですね。はね、うん、結構その規制一番されてない状態で入ってきちゃったりする。確かに、そうですね、酒飲んできてる人もね、結構ありますもんね。そうですよね、チケットカットしたらね、検温したりとかあると思うんですけどね。そこディムとかね、そのこの間の有明の疎開の時とか、どんなふうに、まあその仕事として絡んでる人、はい、しかも入れないような。なるほど、うん、だから長さんとかちょっとお断りしたんですよ。いやいや僕も、いや確かに仕事絡んでますよ。ローリングストーンでインタビューしたよ、長さん。仕事でも、いやそうですよ、いやいたかな、長さん。いや、いたね。でも後ろの方にいたけど。まあでもあそこは、売ってない席が結構あったんで、見切れ席みたいな、はい、まあ、そこに関係者の人たちが見てもらったって感じなんですけども、なるほど、ね、で基本もう裏には楽屋の方には一切、そうでしたね、出ないという感じで、はい、徹底してましたよね。うーん、だから僕らの席の周りもいわゆるこう本当にメディアの方というか、お仕事を、そうですね、っていう形で、本当はね、もちろん友達とかたくさん呼びたいんでしょうけど、まあ、それは今回はデュラムレーサーに関して本当に徹底してたし、いわゆる楽屋挨拶みたいなのも、まあ、やらないように、うんうん、やっぱしてるっていうね。まあ楽でいいっすね。あ、そうですか。まあでもそりゃそうですよね、終わって一番疲れてる時にね。まあ確かにね、終わった後でもなんか始める前に来るやつとかいるんですよね。ああなるほど。ああその集中しなきゃいけないタイミングとかで、まあ、まあ、結構まあ別にいいんですけど、準備してたりもするんで。なるほどなるほど。なんかちょっとこうね、申し訳ないけど相手してる時間もないみたいな時は。そうですね、それはそうですよ、だって開幕時間決まってるわけだし、サウンドチェックがちょっと遅れたりとかそういうこともあるわけですから、挨拶してて他のスタッフとかを待たせるってわけにもいかないですからね。あ、そのルール決めた方がいいんじゃないですか、楽屋挨拶とかも。これね、だからもうこの日にもうなしって。まあね、なし、まあね、なし、まあ、これ意外とそのだからゲスト対策って結構大事ですよ、うん、で 僕らもそうですけど、なんかほら業界の人ってちょっとこうなんていうんですか、勘違いしちゃってるところもあるじゃないですか、自分たちが特別だみたいな思っちゃってて、本当はチケットを買って入ってくださってる人たちが一番、うん、そうですね、一番素晴らしいわけでしょ、うん、でそういう人たちは検温もちゃんとしてくれたりとかね、その例えば昔だったらカメラチェックがあったりとか、で僕らはそういうのがなかったりするわけだから、でも本当はそこ一番信頼されてるから、まあそうですね、一番ちゃんとしなきゃいけないのに、逆割とね、うん、そういうことがルーズになってたり、そうなんですよね、ステージ写真撮ってあげたりとか ねそういう人もおるんですよ。そういうことなんですよ、ね、それ勘弁してほしいですね、うん、本当ね、意外とそういうとこちゃんとこういう時にするっていうのはいいかもしれないですけども、うん、しかしこの5人のゲスト1万人っていうのはどういうチェック機能でやるんですかね。でもそれこそズブズブな人たちだから、なんか どうなんだろうね、わかりませんけど、うん、ちょっと神に聞いてみましょう。あ、神ね、うん、神は何でも知ってますか、うん、はい、神、はい、ん、ちょっと神の意見聞きたいですね。5人みたいな大きなイベントでこういうゲスト1万人なんて認められちゃうと、うん、プロダクションなんかはその
ゲストをあまり今こういう時期なんで呼びたくないみたいなのも断りづらくなっちゃうっていうのを懸念してメッセージを社長さんが発表あっさいっていうことじゃないですかね。なんで神なんでそんな社長さんに忖度するんですか。いやそれはだってね、とさ、アバター MV とか社長さんお金出せあ、そうか、そこはギブアンドテイクでこう手数掴まれてんじゃん。そのテイクを捨てられた方がこう主従関係できてる感じいろいろ丸く収まるんじゃないですかね。本当に発言、今までと思いながらこうちょっと頑張ってた発言とか台無しですよね。もう本当に握られちゃってるんですよね。なんか芸能事務所っていうのがうまくはまるような感じですね。なんか昭和の芸能界的な感じですね。そんな感じがなんかしてきましたね。お金で解決みたいな。まあでもね、このイベントのこう メッセージすごく意味あるメッセージだと思う。意外とその関係者っていうところの視点が抜けてたような気はする。うんうん。個展もね、今度はまたやるんですけど。あ、そうだそうだ。基本はそのお客さんが入ってくるところには入れないようにしようとしてるんで、なるほど。オープンとオープン前とオープン後、クローズ後、うん、しか関係者はなんか入れない。こっちから基本声かけないで、声かけないです。いやちょっと待って、ちょっと待って、僕だけなんですか。声かけないで。なんで北川さんさんがしないんですか。よかった。前回もそれ出禁って言われてたのに。俺って他の声かけないんで大丈夫ですけど。でも僕はチケット買って普通に入るまでですんで。大丈夫です。それは大丈夫ですよ、ね。うん。それまで断られない。それはちょっと。ジョーさん何したんですか。何もしてないと思うんですけど、だってね、そうですよ、コロナの、お酒もね、飲み行けてないですからね、全然。そういうことお酒が入らなければ基本大丈夫だと思ってるんです。お酒が入ると大変だと今のところ大丈夫じゃないかなと思います。そうかそうか、8月のね、8月ね、東京と大阪と、はい、2カ所で。そうですね、もう会場とか決まってきますか。会場も決まってきます。もうチケットも販売、これが流れてる頃、はい、これが流れてる頃とオリンピックやってんすか。まだやってないんじゃない。まだやってるか。まだやってない。まだやってないですか。ギリ直前ぐらいですか、うん、どんな状況になってんすか。いや本当ね、怖いっすね。なんか逆に怖いねえ。いやうち割とオリンピックのメイン会場から遠くないんですよ。そうですよね。ああそうだ、だからどうなってんだろうっていうか、あの辺のお店やってる人とかに聞くとどうなんですかねって聞くと、でもまだよく分かってないんですよ。そのわーってあのランチとかもきっと人がたくさん来ると思うし、その時に店ぎゅうぎゅうになったりしていいのかなとか、外で売るっていうのだと別に営業許可取らなきゃいけないかなとか、うん、何にもまだそこまで、まあ、この取ってる時点で言うと、あの商店街とかにはお触れのとかも来てないみたいだから、突然やってくるみたいな。そうね、そうどうなん、ちゅうか怖いから閉めようかなっていう人さえいるぐらいですよ。あんなにオリンピックビジネスを楽しみにしてたのに飲食の方たちって、いやもうむしろちょっと怖いから閉めようという選択肢もありますっていう方もいらっしゃる。皮肉な話っすね。不思議な話、本当に皮肉な話、本当に皮肉な話。どうなってますかね。本当だってそれでクラスター出ちゃったらまた営業できなくなっちゃう。そうすね、リスクのリスクだっていうからおっしゃってる人もいて、次取るときぐらいっていうのはもう始まる直前とかですかね。うん、ああ、うん、どうなってんですかね。まあね、でも、まあ、実際に行われたらね、行われてる中で選手たちが、まあ、頑張ってほしいと思いますけど、そう、それはそうです、うん、でもまあその周りがね、そうどうなってるのかっていうのがちょっと気になりますね。気になります。もうそれはもちろんスポーツとか、選手には何の罪もないですからね、うん、いいもう本当に競技とプレーをしていただきたいと思われてございます、うん、またそういうことにお越しいただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。